はい、こんにちは。日本改革党楠澤です。近藤辰之様、ダチョウ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。私のブログの記事が訴えられたんですけれども、ゆうべですね、私のブログのアクセス数、ちょっと調べてみたら、月に6万2000ぐらい、結局1日2000人ぐらいの方が、見てくれていると、まあ多いんだか少ないんだかわかりませんけれども、ブログ記事としては、ブログランキングでは26位とかになってますね。1位が三橋さんとかそんな感じの、とこでですね、そんで河野太郎に220万請求されてまして、コラボがですね、デイリースポーツを訴えたのも220万、あっちは曲がりなりにもメディアですから、実際に紙の新聞とネット合わせて100万人から見るわけじゃないですか。それと同じ請求額って多いよなっていう、感想です。個人ブログ、1日2000人ぐらいが見る個人ブログと、100万人からが目を通すスポーツ新聞と同じ請求額、文春なんかもそうですよね。文春なんかもしょっちゅう訴えられてますけど、500万とか、せいぜい高くて1000万とかですよね、文春ですら。あっちもあれでしょう、100万からの人間が見る、ネットで話題になった、ま、例えば松本人志の記事なんかだと、ネット買わなくてもね、週刊誌買わなくてもネット越しに何千万人って見る、とこですら500万1000万なのに、たったの2000人、たったのつっちゃ悪いんですけど、毎日見てくださってる方には申し訳ないんですけども、2000人程度がしか見ない、個人ブログが220万っておかしいだろって私思うんですよね。なんか私の感覚間違ってますかね。警視庁公安部、1974年から75年にかけて起きた連続企業爆破事件を起こした東アジア反日武装戦線メンバー桐島聡らしき男の身柄を確保と、こいつです。なんか一人だけにっかり笑顔でちょっと印象に残ってるんですけど、残りの指名手配の写真はみんなむっつりしてますけど、こいつだけなんかにっかりしちゃって、とっても印象に残ってるやつですね。末期胃がんで神奈川の病院に偽名で入院中だったそうであります。最大の被害を出したのは丸の内三菱重工ビル玄関前で爆弾を爆破させ死者8名負傷者380名を出した三菱重工爆破事件。実はこれウィキペディア見たら爆弾仕掛けたから避難してって電話かけてたらしいんですよ、三菱重工に。でも嘘だと思われて取り合ってもらえなかったっていう。あそこでな、危機管理みたいなとこがあったらば、一応調べたり避難させたりはしたんだろうな、こんなに亡くなったりしなかったんだろうな、思いますけれども残念です。世論です。保険証はどうしたんだよ。偽名で入院って保険証とか保証人とかどうやったの。保険証なんか顔写真もないし、やりたい放題だわ。そういうことだね、そういうこったな。その病院ってまさか代々木系。代々木系っていうのはですね、日本共産党本部は代々木にありますということで、報道がどこも病院名出さないからそういうことだな。病院もグルでかくまってたとなったら大変だなこれ。マイナカード保険証に反対し、顔写真のない現行保険証を死守しようとする連中の正体がこれですよね。民意連っていうとこありまして、ホームページにですね、私たち民意連は無差別平等の医療と福祉の実現を目指す組織です。ここは共産党の影響がとっても深いところでありまして、1955年の第6回共産党党大会での、変更方針変更を受け、ここも綱領を変更するぐらい共産党の影響が強い組織。
8万人ぐらいが参加してて、今でもですね、医療系としては最大の団体だそうであります。札幌で首切っちゃった事件があるじゃないですか。女の子が、若い女性が、20代の、それの父ちゃん、精神科医で、いう話なんですけど、その父ちゃんも民医連のメンバーだとうろ覚えで覚えております。神奈川の病院とだけ報道あってどこも名前出してないから、まあそういうことなんでしょうね。2ちゃんではですね、小丸、釜丸、総合病院って出てたけど、なんかテレビの画面で地元の人はすぐ分かっちゃうなって。さらに霧島、公安の捜査の結果見つけたんでなく、自ら名乗り出たみたいなんですよ。名乗り出なきゃ永遠に捕まってなかったかもしれないっていうね。現に49年間も逃亡に成功してるしね。多数の支援者と多額の支援資金あったんでしょうね、これ多分ね。25日に病院関係者に自分は霧島聡と名乗り出た。病状は深刻で、最後は本名で迎えたいと話している。だそうであります。世論です。入院費用は誰が出してんの？なんで日本が嫌いな奴が日本の医療にすがるの？50年で顔はどう変化したんだろう？マイナンバーカードと保険証の統合に反対してんのが、どういう連中かわかるな。パヨがマイナカードを毛嫌いする理由の一つがこれ。金出した支援者を徹底的に炙り出して検挙すべき。重信房子かくまってたのもどっかの病院だったよな。革命ごっこの慣れの果て、クラブ活動のノリで人を殺して半世紀逃亡生活、哀れな人生だな。人を殺して海外に逃げた挙句、日本に帰りたい。でも帰ると逮捕されるから、特別措置で帰国しても逮捕されないようにしてほしいって、ほざいたやつもいたんだぜ。これ北朝鮮に逃げた日本赤軍のバカどもの言葉ですね、これ。マイナンバーカードは必要だな。報道された当初、私はですね、売られたんかなって思ったんですが、まあそうではないみたいですね。支援するパヨも高齢化が進んでるし、勢力は縮小する一方だし、仲間の中には自然とぶっこしたのもいるだろうし、資金も縮んでいくしで、もう面倒見れないって、病気出して突き出されたのかなって思いましたけれども、最後は本名で迎えたいとか言ってるみたいですけど、お前の名前なんかそんな誇らしいもんじゃないからな。何にしても逃亡生活のことや支援者支援組織のことをペラペラしてほしいですね。これね、今既得なんだって。25日、おとといは喋れた、霧島聡です喋れたんだけど、今日は既得になってるみたいなんですよ。マジいな。今年に入ってからですね、胃がんが悪化して路上でうずくまってるとこ、どうしたんだどうしたんだどうしたんだって助けられて病院に担ぎ込まれて、ああ胃がんだわ、末期だわなったみたいだね。でね、支援者支援組織、今頃冷や汗かいてる、高齢左翼も多いんじゃなかろうか。ゴッドファーザー2されるかもしれないので、ゴッドファーザー2でですね、新年の大晦日にですね、病院に忍び込んで都合悪い人物を消すっていう、シーンがあるんですけど、病院にはですね、厳重な警備が必要だなと思います。ネットで議論、パヨに聞きたいんだけど、東アジア反日武装戦線ってかっこいいと思ってんの？世論です。やめたれ。パヨは幼稚だよな。武装戦線ってクローズか、アニメかなんかかな、これ。特に70代は未だにかっこいいと思っております。中二病、人生かけてコントやってる。こいつらのせいでデモやる奴らは気違い危険分子というイメージが定着した。日本嫌いの憧れのヒーローなんだろう。反日掲げて日本の医療に助けられてて恥知らず。今だと青葉みたいな連中だろう。東アジア反日武装戦線は日本帝国主義の罪により日本人は全員死刑、国家もない、資本家もいない世界の建設などとですね、極端な気違いどもでした。資本は東アジアなんで、中国、韓国、北朝鮮の手先ですかね。霧島も何人だか分かったもんでねえね、これね。資本家いないってどうすんだって話。中世のブツブツ交換の生活目指してんだろうかね。国家がなかったら安全保障どうすんの。
警察はどこがやとうの、軍閥できて戦国時代になるのはオチじゃねえのっていう話なんですけど、まああのバカでオチじゃないと頼りませんけどね。狼、大地の牙、サソリなどというですね、中二病全開の3グループが存在してたって、の武装戦線には3グループあって、それぞれ狼、大地の牙、サソリ、サソリは漢字じゃねえのか、ちょっと思いましたけれども、鉄橋爆破計画、まあ実現しなかったんですけどに二次作戦って名前つけちゃったりして、今時だったらですね痛い子たち、でしょうけれども、まあ本人らはいたって真顔でやってたんでしょうね。誰が止めるやついなかったんかな、まったく。外国人3人が提訴、裁判を起こした。外見などを理由に警察官から人種差別的な職務質問を受けたとして国を提訴いたしました。10年間の間に17回職質されたアフリカンアメリカン1名、まあアメリカの黒人さんですか、アメリカ人だけど黒人さん、10年の間に100回以上職質された、南洋諸島出身者1名、パキスタン人1名と、何ですか、あのこいつらよっぽど怪しい会見してるからじゃなかろうなーって話なんですけど、世論です。警察官の皆さんありがとう。ここに日本の治安が良い理由がある。何も失ってないのに賠償しろってずうずうしい。犯罪者を見つけるのが警察の仕事。文句は自分の見た目に言え。どんな身なりか見せてみるよ。見るからに怪しい服装してないか。不審者っぽいって理由で疑うのもやめて。後ろめたいことないなら職質程度受けとけよ。俺は小太りおっさんだが明らかに見た目で職質される。アメリカの警察なんてもっと差別的だぞ。黒人ってだけで何時間も捕まえられて職質されて根掘り葉掘り身体検査、っていう話よく聞きますね。毎日職質しているプロだから怪しいやつはなんとなく分かるようになるんだわ。これね、服装と靴が合ってないやつ怪しいって話、府警さん女性の警察官はですね、スーツ姿なのにスニーカーであるとか、そういうやつ怪しい、だから職質するみたいなの映像を見たことありますけれども、不法滞在者が25万人もいるんだからしゃあないんではないですかこれ。東京、千葉、神奈川、埼玉に8万人以上いる計算だし、人口でいくと。現にですね、私池袋で凱旋してる時もですね、中東系の若い男性に話しかけられましたよ。期限切れで不法滞在状態なんだけどなんとかなりませんか、なんて答えたか覚えてないけど、入管に通報して5万円もらえばよかったな、10年間で100回以上、これも本人が言ってるだけで証拠ないですからね。物証ゼロで騒ぐのは自称慰安婦、自称徴用後と同じ構図ですね。もし本当だとしてもですね、自分の外見見つめ直したらどうだ。すっきり散髪とかですね、どこに行くにもスーツキットはね、それやれよ、職質嫌だったら。何にしてもですね、これで国家賠償って間違ってますよね。背後にいる支援団体のこともよく調べてほしいです。この裁判でですね、外国人に職質しにくくなっちゃったらどうすんだって話。不法滞在者天国になっちゃうでしょうよ。日本人でもですね、警官が自分を見れば必ず職質されるっていう YouTube に動画上がってましたけど、なるほど、されてました。その人はドレッドヘアだった。なんかね、革細工の職人さんなんですけど、ドレッドヘアで、警察官が彼を見かけると必ず職質される。いや、そこの店の職人なんですけど言ってですね、近所でも職質される。だ、職質100回もされたっていう文句垂れる前に服装を見直せって、スーツでいろいつもで、頭もさっぱり刈り上げるいう話ですね。今日のその他のニュース、田村智子共産党委員長、東横キッズを民生に入れるというのもありではないか。民生って共産党青年部のことであります。本人は大人はダメでも子供ならまだ騙せるって思ってんのかな。
私にはですね、拉致監禁して共産主義を洗脳しますって言ってるようにしか聞こえないんですけどね、若くてもですね、バカは何人集めても役に立たないっていうのはシールズで学ばなかったんですかね。で、あの賢い若者は共産主義なんか騙されねえし、無免許運転で人身事故を起こした共産党の長野県議、フジテレビがですね、共産党を抜いて報道を、自民党だったら連呼するよね。自民党の長野県議が、自民党がって連呼するよね。さすがね、あの1万人に抗議デモされても変われなかったフジテレビらしいな、視聴率最下位で誰も見てねえから、まあ、どうでもいいかなって感じがします。辻元清美、ちゃっかり立憲民主党の代表代行に就任。この人衆院選落ちて比例復活もできずに、大差つけられた人は比例復活できません。できずに参院比例に移ってたよね。立憲ってあのそんなに人材いないのか、それともあのこういう人材を喜ぶですね高齢の支持者がいるのか、イメージダウン作戦かっていう話なんですけどね。令和山本太郎、被災地支援のためという名目でショベルカーの免許を取ったと発表。まあ、重機の免許ですか。チェーンソーの技能講習も受けるって。私にはですね、あの被災者のためって言いつつ暴力革命の準備してるようにしか見えないんですけどね。警察のバリケードを突破するために重機のあの免許取りました。戦うためにチェーンソーを振り回しますって言ってるようにしか見えないですけどね。不法滞在者による農作物窃盗やら太陽光発電設備窃盗、まああのこれケーブルとか電線とか盗んでくるんで、薬物犯罪が増えている茨城県で県警が入管と協力して取り締まり強化を宣言。手始めに潜伏していた2名の不法滞在者を逮捕。まあそれもこれもですね、年間数千人単位で失踪者出してる実習制度を30年も続けた自民党のせいですよね。札幌ドームで4年ぶり日競争全国大会が開催。コロナでできないちゃったんかな。周辺道路には右翼団体の街宣車が集合。警察がバリケードを築く物々しい雰囲気に住民はテロでもあったの。日競争、憲法や教育の危機が増しているというのが今大会の趣旨スローガンらしいけど、みんな知ってますよね。あの日競争が日本の教育を危機に陥れていることをね。日教祖加入率は、46年連続低下で現在ですね 20.1% だそうであります。それでもまだ20万人もいいんだって。早く滅びろこんなとこ。イスラエル政府、ガザの全病院をハマスが拠点としてスキーに利用していた。ガザに医療は存在しない。確実な証拠を WHO に何度も報告したが無視された。ハマスと WHO は共謀関係だ。だってあのテドロス自身がですね、武力革命でエチオピアの権力を手にしたテロ組織のナンバー3だった男ですよ。世界中のテロ組織と仲良しなのは自然なことですね。テドロスが一番仲良しなのはもちろんですね、世界最大のテロ組織中国共産党であることはみんな知ってますよね。アメリカ政府発表、国連のパレスチナ難民救済事業機関職員12名がハマスのイスラエル奇襲に関与していた。最初の攻撃ですね。すでに解雇済みで捜査中。うわー、国連も解体しろ。特に日本にとっては有害そのものの組織なんだから、日本は国連に金出すのやめろって。大阪府立砂川厚生福祉センターで、まあ、あの、障害者施設なんですけど、26歳男性、知的障害者が壁に頭を数十回打ちつけて死亡。ひえー。普段からですね、あの、自傷行為があったみたいなんですけれども、自殺の方法としては一番嫌かも。ゾッとしますね。背中ゾクゾクしちゃいますねこれ。中山きんに君、うっかりアメリカのボディービル40歳の部で
優勝してしまう。素直にすげえなこれ。マッチングアプリ分析で判明、女性 80% は男からアプローチがあるが、全ての女性は上位 20% の男しか見ていない。上位 20% の男しか女性からアプローチがない。ということで、計らずもですね、男は女性8割がうっすらと好き、女性は男8割がうっすらと嫌い、上位2割しか見ていないという俗説をですね、裏付ける結果になりました。少子化やむなしですね、これね。人口が半減しても日本が国家としてやっていけるような豊かに暮らせるような方策を考えるしかないっすね。外国人を輸入して補充することじゃないからな、自民党、政治家が考えることはさ、もう人口減はこれこの通り下げられないんだから、こんなではね、ということであります。というわけで、メール党員さん大募集であります。あとチャンネル登録もよろしく、お願いいたします。チャンネル登録しないで見てる比率がこのチャンネルは多いって、YouTube に指摘されてしまったので、ちょっと改善是正したいなって思っております。よろしくお願いします。チャンネル登録してくださいよ。ということで、デトックスジャパン。